おお、なんか前来た時よりだいぶ綺麗になった気がするな。さあ、最大ケーキも行きましたよ。で、地下鉄と直通のやつでもいいみたいですね。とりあえず、ソーサーレンタルなんかあるんですね。ちょっと待ってください。よいしょ。相当気が強か。これも試合ペースなんで、40分。新田鍋。これでもとりあえず、その、伊勢谷に、あ、うわぁ、すごい人だ。よーし。カメラこれぐらいにして。この先またあれにしましょう。すごい人だね。ほぼ時間だもんな、ちょうど。これ新鍋乗りゃいいのか。今からこういうか、いいか。ああ、なんでしゃったんや。へえ。さてと、めっちゃ乗り間違え未遂を起こしまくりましたけども、無事最適解でたどり着きましたね。伊勢田駅。ここが B の11なんですね。もしかして、この大久保小倉、あ、これで小倉なんだ。小倉じゃないかね。九州行ったり、東京のど真ん中行ったりしてるような気分ですけど、伊勢田なんですね。で、京都なんですね。京都市なのかな？自治体がわからん。何せね、乗り換えがよく分かってなかったんで、普通に京都行きの普通方で、まあまあそれでも来れたんだと思いますけど、どうやら、あそこから来たこの国際会館と、こっちの方に進んでるこっちの、市営地下鉄と直通やつの方が先に行くみたいな感じだったんで、あれですね。で、ここは、また公務員に、サイトでも何やってんの？どういう、よく分からん。ここはですか、11ですから、だから JR の乗り換えていくと比べてですけど、まあ、2面2線の、大変も何もない、シンプルな構造の駅ですね。自販機とかは、こんな感じかな。なんか、まあ、見た感じ、いや、若干 JR 乗り換えていくの方が、駅は広いですね。うん。よし。1面3線だから、あ、でも、面の数じゃないですから、線の数ですか。3線ありますからね、四日市は。で、駅の構造は、IC 専用が1個と、奥にもう2つあるから、4改札ある。あれ？まずまず改札の数はなんか待ってる気がする。どこ行った？ぽいぽいぽいだな。こっちか。いつもはこんな感じなんだ。ちょっと建物とかもあるんだね。こっちから出た方がいいのか。さてと。うん。まぶしい。な感じですね。まあ、近鉄京都線なんで、伏線ですけど、まあ、特急もないもんね、普通列車しか止まらんのかな、ここは。伊勢田は。ですからね。ああ、優等列車が止まる。やっぱ、JR 四日市駅の方、これは強いですね。あ、これはもう干渉ですね。駅前は、うん、ちょっと栄えてる気もするけど、まあ駅の中でもね、まあ自販機、オンリーですし、まあまあこれで JR もね、四日市駅も変わりませんから。向こう方に、なんであっちや、あれ JR か。で、喫茶直、グルメだ。へぇー。こんな感じなんや。なんか駅前は、四日市で栄えてそうだな。セラポート。この道真っ直ぐ行ったらいいのかな？へぇー。こっちはこっちで。選挙やってんだ。なんだこのスペース。
何市だ。どっかに決めじてねえかな。あ、一応ね、小倉駅の方に向かってだったら言ってますよ。なんか駅前商業施設が多くて、なんか全然四日市の駅前よりもいい気がするけど、いや。これコンビナートの数が全然違いますよね。コンビナートの煙突とか全然見えないじゃないですか。これはもうちょっとな、四日市駅でかかったな。うん。ということで、一応、鑑賞ですからね。今回の鑑賞ですね。いや、遅くに足らずですね。ヒントといえども。ね、11番縛りにだけ、途端それじゃないですか。ちなみに、ふと思ったかもしれません。ここまで来てるんで、もう竹田から先、市営地下鉄でね、直通してるんで、まあ、ついでにじゃあ、京都市営地下鉄のね、見ていけばいいやんと思うかもしれませんけどね。実は京都市営地下鉄のね、11番ってね、京都駅なんですよね。勝てるわけがない。京都駅だそうだと。ですので、負け戦はしに行きません。こっちが合ってんだろうな。先の剣と。ほら。なんか、えらい独特な。焼酎。リカーショップか。ディスカウントリカーショップか。宇治市か。宇治市なんだ。へえ、この辺りも宇治市なんだ。全然分かってなかった。あ、本当だ、宇治市西消防署ってなってるわ。ああ、めちゃくちゃ宇治市だ。へえ。そっか、ってことはだいぶまだ南なんだ、京都でも。おお。よく分かってないんだよな、立地を。武田、もうちょっとで、ね、武田のはずなんですけどね。へぇあ、この当時歩いとったら何かしら店出てきそうやし。なんかね、今ちらっと地図を見たらね、なんかね、天一って文字が見えたんですよね。ほってりしたいな。いや、地元の美味しいお店とか思うかもしれませんけど、いや、京都ですか。京都といえば天一でしょ。天一食いてぇな。出てきてしまったらもう仕方ないですからね、これ。よし。まあ、出てきてしまうこと前提で、絶対この小倉の方に向かってるわけですけどね。この激安っていうか、へぇ。コープか。知らねえな。へぇ。あ、前ローキンショップとかあるね。だいぶ四日市とか、三重県、東海地方全体的になくなってますよね。毎度大きに。で、そこから業界展開したら、店もなんかどんどんなくなっていってるし。あのスタイルのところは、どこも大変そうですからね。もう、ビザーだか。ああ。うわ、何ですか。ダウンに。こういうとこちょっと一人だとちょっと入りにくいやな。うん。いろいろありますね。伊勢田町大津。ちょうど JR の、それ奈良線か。JR 奈良線とあれに挟まれてるところなんですね。で、毎度大きい食堂だね。毎度大きい食堂って、あれなのかな？やっぱ西の方が本社なのかな？よく言いますね。
嬉しい。ああ、パブのカードとか。うちは当選してるかどうかだけはチェックしとこう。新型センター、新型か。